ジョー・デュリーは、イングランド・グリストル出身の女子プロテニス選手。若き日には、アイドル性のあるキャラクターとしても高い人気を持っていた。シングルス自己最高ランキングは5位。WTA ツアーで、シングルス2勝、ダブルス4勝を挙げた。身長 183cm、体重 68kg。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。1977年に、 プロ入り。同年のウィンブルドンで四大大会にデビューするが、当年度の優勝者となったバージニアウェイドに初戦で敗退する。最初期はほとんどイギリス国内の試合のみに出場していたが、1981年から世界的な活躍をはじめ、全仏オープンを除く四大大会で四回戦に進出した。1983年にデュリーのテニス経歴は全盛期を迎え、 女子ツアー大会でシングルス2勝とダブルス3勝を挙げ、全仏オープンと全米オープンでベスト4に入り、全豪オープンでベスト8入りした。全仏オープン準決勝では、ミマヤウソベッツに6から3、5から7、2から6の逆転で敗れ、全米オープン準決勝では、クリス・エバートに4から6、4から6で完敗したが、こうしてデュリーは国際レベルの選手に躍進する。 1984年に、デュリーは、地元のウィンブルドンで、自己最高成績のベスト8に入ったが、この時の4回戦で、当時15歳のシュテフィグラフを3から6、6から3、9から7で退けた試合は今なお語り草になっている。その後のデュリーは4大大会の女子シングルスで4回戦以上に、勝ち残ることはできなかったが、混合ダブルスで1987年の、 ウィンブルドンと1991年の全豪オープンに優勝を飾っている。パートナーはどちらも同じギリスのジェレミー・ベイツと組んだ。デュリーは比較的長く現役生活を続行したが、1995年のウィンブルドン2回戦で第4シードのヤナノボトナに敗れた試合の後、35歳で現役を退いた。デュリーは女子テニス国別対抗戦。 フェデレーションカップでも1981年から1995年まで15年間、イギリス代表選手を務めた。通算成績は34勝22敗で、フェデレーションカップではシングルスよりもダブルスで高い勝率を上げた。通算勝利数はイギリスチームの2位大記録で、ダブルス勝利数はウェイドに続く単独2位記録となった。ありがとうございます。